南口ホーム、相武台前駅は、神奈川県座間市総武台一丁目にある、小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は、O30。相武台前の設置のエピソードとして、当初の開通ルートは、町田から広野台方面付近を通り、厚木方面に抜ける予定だったが、地域住民の要望もあり、開設時に、小田原急行鉄道側より、7 0坪を寄付すれば、 計画路線変更と駅設置に応じるということで村内から土地の寄付を募り、小田原急行鉄道も1500坪の土地を購入して、現在地に鉄道の布設及び駅設置が行われた。そして変更に伴う海老名までのルートは、当初旧市街付近を考慮していたもののすでに集落があったため反対運動が起こり、現在の本線ルートとなった。また当初は、 江ノ島線の当駅からの分岐計画があったが、多くの農業地に計画路線がかかることから、当時山林の多かった現行のルートに変更となった。開業当初は、小田原急行鉄道の貨車の工場、建車設備を持つ駅として、開業、1962年の相模大野への東廃号まで機能していた。1950年代後半までは、農村地域でかつ米軍キャンプ等の関係者が、 利用する程度の駅であったが、当時の町の誘致等により南口方面に工場を誘致し様相を変えていく。1960年代からは、日産自動車等の大企業の進出等により、工業都市かつ人口増加に伴い近郊都市の駅として変化をし、現在に至る。大日本帝国陸軍の士官学校があった時代、駅舎内には、 主官学校を視察する皇族のために貴品室が設置されていた。また、歴代主官学校長は小田急線の新宿駅本駅間を来航時に利用したという。その一人に沖縄線で玉砕した陸軍中将牛島三鶴がいた。1935年関東大震災復興のための相模川砂利運搬用に小田急砂利軌道が設置され、当駅は 相模原市南区磯部と共に発着駅であったが、1941年廃線となった。駅所在地が、高座郡座間村であったことから、座間駅として開業。その後、陸軍士官学校本科が、間村に移転されたのに伴い、士官学校前に改称された。その後、昭和天皇が、士官学校の別名として、愛部大と命名し、 駅名も、ア武台前と解消された。駅名解消の真の理由は、防具用上の問題であり、士官学校前だと、敵国が日本本土に攻撃を行う際、標的にされてしまうことから、士官学校の別名である、ア武台を名付けた。帝国陸軍士官学校本科の跡地は、現在の在日米軍キャンプ、ザマとなっている。ア武台ではなく、ア武台前なのは、 昭和天皇の命名した愛部台をそのまま利用できなかったためである。このため、主管学校が解体されると地名として広く用いられるようになり、駅周辺の座間市と相模原市の地名は愛部台となっている。電流線島式ホームに目4線を有する地上駅で京上駅舎を持つ。駅舎南側に電流線を備える。 1999年7月のダイヤ改正前までは朝と夕方に旧日産ザマ工場の通勤客を目的とした急行列車の一部が停車したため下りホームには分割案内版 A が存在していたが2008年の時点では撤去されている。駅舎南側にある留置線は小田急電鉄の電気機関車、貨車の基地だった愛武大工場の跡地である。 同工場の王の工場への統合、廃止後も、電気機関車、貨車は引き続き工場後の留置線を基地として運用され、本線用電気機関車、貨車の全廃まで継続した。上下線ともに、ラッシュ時は当駅で、快速急行の通過待ちをする各駅停車、通勤準急が多い。日中時間帯の下り各駅停車は一部が当駅で、 特急ロマンスカーの通過待ち合わせを行う。東駅始発の上り列車が平日朝1本設定されている。かつては東駅止まりの終電間際の列車が平日と休日2本設定されていたが、2018年3月のダイヤ改正で海老名駅に延長される形で廃止された。なお、輸送障害発生時には東駅での折り返し運転が行われる場合がある。 内側2線が主本線、外側2線が対比線である。電流線には6両編成2本、8両編成5本、外泊運用の東京メトロ千代田線1万6000、計1本、それ以外に1番ホーム4番ホームに10両編成の夜間留置がある。近年の乗降人員、乗車人員の推移は、下表の通り。かつての小田急ジョイフル。 愛武台駅前北側を東西に行行道路が通っており、北側はザマ市との市境が入り組んでいるが大半が相模原市南区総部台の地域、南側がザマ市総部台の地域となる。西方面には米軍施設があり、住宅地と並存している。駅舎北側には駅ビルの小田急マルシェ、愛武台を備える。南口にも以前は大型店が出店されていたが撤退し、 商業施設は数えるほどしかなく、住宅施設が大半を占め、東京、横浜方面からのベッドタウンとしての色が強い。1995年に座間市役所が移転し、最寄り駅となるが、駅前再開発や、大々的な整備が行われることもなく昭和40年代、半ばに駅前整備を行った状態を、ほぼ維持している。かつて、駅ビルは、 鉄筋10階建てで、仮想階の1から3階は、小田急オックスなどの店舗が入居する、小田急ジョイフル、アイブダイ、上層階は、小田急アイブダイアパートであったが、2011年6月末で1階部分の小田急オックスを除く、全店舗が、駅ビル建て替えのため全て閉鎖となり、2011年11月に1階部分の小田急オックスも駅前駐車場がある場所に建設された。 仮店舗へと一時移転した。現役ビルは2013年7月3日にオープンしている。最寄りの公共機関神奈川中央交通東により以下の路線が運行されている。両76はかつて相鉄バスが開設した名残で、あや系統が採用されている。停留除名は同一であるものの、両76とザマフレンド号の乗り場は場所が全く異なり、 両76はキラボシ銀行付近、ザマフレンド号はローソン 3F 付近にある。1999年7月のダイヤ改正以降、当駅はすべての急行が通過しているが、神奈川県鉄道輸送力増強促進会議は2006年度より、小田急電鉄向け要望書にて当駅への急行停車を要望している。これに対し、小田急電鉄は、 上降人員及び休校利用人員の減少を理由に停車させる計画はないとしている。ただし早朝、夕方以降の時間帯は一部の休行が新百合が丘、あるいは相模大の異性において各駅停車となり、当駅に停車している。ありがとうございます。